はい。皆様、こんにちは。神戸メイクアップマイスター、ゆうきるみこです。今日もよろしくお願いいたします。はい。今日、ノーメイクです。ノーメイクで失礼いたします。今日ね、メイクボランティア養成講座を行うにあたって、私の顔が実験台なので、今日はお化粧してません。はい。えー、ノーメイクでお話ししていきたいと思います。今日はね、あのー、まあ、ちょっと予告してるのとちょっとね、 あの違うんですけれどもお化粧ではないね神様の話をしていきたいなと思って、えー、動画を撮りました、まあ、ちょっと興味ないわという方はねもうスルーしてもらっていいかなというふうに思っておりますけれどもなんかこうピンときたなっていう方にはねあのこのこ私がこうメッセージ私が伝えるメッセージでなんかピンときたらねコードにうこ動いてもらったら、えー、いろんな部分で変わってくるんじゃないかなと思ってこれをちょっとね、えー、作成 ししてきましたで私ね、えー、10連休は島根県大田市私の実家である大田市の方に帰省をしておりましたで今回、えー、どうしてもね行きたいね、えー、神社があったんですねあそうそう私ねもう決勝と同じぐらい日本の神様好きなんですよはい。 彼、うん、これねあのお化粧を始めたのと同じぐらいかなあの非常にこの神様に興味を持ちまして、まあ、日本の古事記であったり、まあ、それぞれねたくさん日本は夜ずの神がたくさんいらっしゃいますのでね、まあ、それぞれこう得意分野があるじゃないですか神様も。でまだ神社にも祀られてるね神社によって祭神も、ね、たくさんいらっしゃるじゃないですか。なんか非常に興味を持って でこう神社巡りを始めたというのがまあ発端なんですけれども、まあ、島根県というのは、まあ、ご存知のように出雲大社は、ね、超超超有名な大社で全国から、ね、お参りする方がいらっしゃるかと思うんですけれども、うん、実は、ね、大社以外にもたくさん、ね、ものすごいパワースポットがたくさんある場所なんですね。なんせ10月月月旧暦の10月は神 って言われるぐらいね神あり祭神様全国の神様が一条に出雲に集まって来年度に向けて開業されるっていうね、えー、大変なお祭りがあるんですけれども、まあ、そんな感じで、えー、全国の神様がねお泊まりにね各神事にお泊まりになったりね寄られたりねするねたくさんの神社があるんですけれどもね。 はい、でそこで私が令和5月1日にえ行きたかった神社というのがねカモス神社なんですねごいたただきましたこの5月1日の御朱印を求めてね超有名な神社は大変な、ね、人だかりだったと思うんですけれどもこのカモス神社は本当に山の中にあるので、えーまあ、私がまあこっちから行くので、まあ、午後ぐらいになって。 午後に松江に入る形になったので、えー、さほどいなかったんですけれどもそれでもね小さな駐車場がいっぱいでしたね多分ねあんまり知られてないんですよはいこれを伝えたら増えちゃうかな私の動画を見てる方が多ければ増えて増えちゃうかなと思うんですけれどもねここはね私もね是非行ってほしいなと思って今回動画に撮ることにしたんですね でまずねこの「神の魂の神社」って「カモス」って読むって読めないですよねこの「カモス」っていうのを言い方は本当諸説あるみたいなんですねはいこれちょっと説明するのに私もまだね自分の中にお落とし込んでないのであの実際に行ってこういうのをもらってくださいこれを読んでもなかなか私の中でねまだ落とし込めてない落とし込めた時にやっと神様とつながるかなっていうふうに思うんですけれども 神社はね、八重垣神社って行かれたことあるかな。ここの神社はね、八に重いあと垣根の柿で八重垣って書くね神社なんですけれども、まあ須佐農さん。 がお祭りされてあの大蛇で有名な、ね、大蛇を退治した須佐能さんと、えー、奥様がこう祭られて夫婦円満ご縁の恋愛成就の、ね、すごい神社なんですけれども、ね、若い女性で、ね、今、ね、そこの神社に行って玉造りの美肌の湯に入っていう,、ね、こうコースが若い女性の間に今非常に人気なんだそうですけれども、まあ、そこもそこで非常にご利益のある場所なんですけれどもそこからちょっとね あの行ったところにこの神保祖神社があります本当にね新規、えー、を感じましたねはい是非行ってもらえたらなというふうに思っておりますでもう一つ紹介したい神社が次こちら。 岩見の国一宮この石見の国一宮というのは私が生まれ育った大田市は石見の国昔でいう石見の国というふうに呼ばれていましたその国の中の一番のお宮さんっていうので、えー、別名物のべ神社仏ですね「物べ」部はあの部屋の部ですね「神社」というふうにえ言うんですけれどもねこれも令和のね日付をいて入った。 神社をいただいたんですけれどもこの神社のすごいところはね運に強いんですよ勝つ勝つだからね試合とか、えー、試験とかに勝つ勝つことにご利益がある本当にあにすごい神社なんですねここに行ったのは実は私今月ねどうしても勝たなくてはいけない合格しなくてはいけないね試験を控えてましてお参りさせてもらったんですねでこので ここに行った時ちょうどねこのカツのねお守りも売ってたのでいただいてきましたでこの「いうみの国一宮」っていうのはあの超有名風水師ドクター・コパさんもねあの非常にこちらの方をよく参拝されてますし、えー、エネルギーが強いということでねよく紹介もされてますし某有名ミュージシャンアーティストさんも え出雲大社ではなくここがすごいというのでこちらによく参拝されるっていうぐらいね、まあ、隠れパワースポットの場所なんですね是非、うん、ねちょっとね出雲ね島根県いいな面白そうだなっていうふうに思われたらね是非ここねいやあの参拝されたらどうかなっていうふうに、えー、思っておりますまあね関西だったらね、えー、大阪から、えー、4便ぐらい阪急バスが出してるのかな 三宮からもね4便ぐらい出してますし、うんえー、伊丹からだったら出雲空港縁結び空港っていう今言うのかな、うん、出てるし、はい、そこから出雲大社もすぐ行けるし松江もあるし松江城もあるしでちょっとこう西にね、えー、行くと大出しがありましてあの世界遺産になった石見銀山ねはい。 もうございますそこ私がね生まれ育ったとこなんですけれどもねぜひね、えー、観光していただけたらな私別に大田市の観光大使になってるわけじゃないんですけれども、えー、素敵なところがたくさんあるのでねあの見てほしいなというふうに思って今回ちょっと帰省してああ こうね、離れてるからこそね田舎のいいところをたくさんね見ることができたのでね今回神社を通して、えー、この動画でアップしたいなと思いまして今日はお化粧の話ではなく神社のお話をしてきましたけれどもいかがでしたでしょうかずっとねこの御朱印をね持ってしゃべりましたけれどもねこの画面を通してね皆さんにもねご利益があるようにエネルギーが 受け取れるように持って今日は撮影してみました皆さんね是非ね何かご利益あることを祈っておりますはい次回はねお化粧の話をしていきたいと思っております今日はノンメイクで失礼いたしましたでは次回お会いいたしましょうさよなら